ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、これなんて読むか、わかりますか？馬を頭？馬大頭？視聴者のみんなも一緒に考えてみてくれ。ヒント1、昆虫の名前です。馬のように大きな頭の昆虫、ってことか？ヒント2、高速で飛び回ります。高速ってことは、蝶々じゃなさそうだな。頭ちっちゃいし。ヒント3、子供の頃の昆虫採集での花形の一人。カブトムシ、クワガタだと簡単すぎるから、ははーん、だんだん絞れてきたぜ。ヒント4、この動画のタイトルを思い出して。もうそれ答えじゃねえか。はい、おにゃんま。ピンポン、ピンポン、大正解。ノーヒントで正解できた人には、霊夢ちゃんが今日一日の中であなたのことを、ふと思い出してあげる権利を10円でお譲りするわ。炎上間違いなしのクラファンやめろ。みんな動画タイトル見てるんだから、最初から大体わかっとったわ。でもおにゃんまって、子供の頃からカタカナでしか見たことなかったから、こんな感じだったなんてすごく意外で、思わずクイズにしちゃったのよ。どうも馬大頭という漢字はもともとおにゃんまのことを中国でそう呼んでいて、その言葉を日本に輸入して日本での呼び名のおにゃんまの当て字にしたようだぜ。それで漢字と読みがしっくりこないわけね。ちなみにおにゃんまは別の漢字では口角らしいわ。鬼までは読めるけど、後半に文字は知らないと読めないな。でもおにゃんまの漢字なんてどこで知ったんだ。そろそろ未提出だった自由研究を終わらせようと思って、テーマを昆虫採集にしたんだけど、おにゃんまが全然見つからないのよ。それで捕まえたことにして解説を付け足しておけば、ごまかせるかなって思って、ちょっと調べてたの。もろもろの突っ込みどころは置いておいて、確かにおにゃんまを含め、トンボは昔に比べて見つけにくくなっているな。私の自由研究を邪魔するために進化した。ってことかしら？間違いなくそれ以外の理由だ。じゃあどうして、見つけにくくなったの？教えてマリサ。よしじゃあ、今回はトンボが減少してしまった理由について、解説していくぜ。では解説していこう。お願いします。トンボの生息地は水辺の近く、例えば田んぼや池の周辺なんかの湿地によくいる。トンボって、田んぼや用水路に生えている草なんかに止まってて、捕まえようと手を伸ばすと逃げられちゃうイメージだわ。というのも、トンボは卵を水の中に産むんだ。そして、ヤゴと呼ばれる幼虫時代は全部水中で過ごすんだよ。ヤゴは水生生物で、大きな湖や河川よりも、水田や水底の泥の中で活動するんだ。幼虫の時期から肉食性で、水辺に住む生物を捕食しているんだぜ。メダカやボウフラ、ミジンコなどを捕食していて、特にオタマジャクシが好物なんだ。オタマジャクシ、可愛くて好きなんだけど、餌にされちゃうか。そう。餌を捕食するときは、動いているものを見つけて近づき、折りたたんでいる口を素早く伸ばしてターゲットを捉えるんだ。その捕食方法は、非常にインパクトがあるんだぜ。そして、成虫になるとき、幼虫は陸上に移動して脱皮するんだ。トンボの一生は水と陸、両方で生きているってわけだ。私は泳ぎもしないし、飛べもしないのにトンボと来たら、トンボをライバル視してるやつなんか、初めて見たぜ。トンボの成虫の大きな特徴といえば大空を優雅に飛び回るところだろう。特にオニヤンマの最高時速は約 80km と言われているんだ。高速道路に乗れるくらい速いじゃない。しかも方向転換やホバリング、後退飛行、急停止などを思いのまま、反転や宙返りもお手の物なんだぜ。すごくアクロバティック。目的地に着いてすぐに帰ることをトンボ帰りというけど、これはトンボの見事な方向転換の様子からできた言葉なんだ。トンボみたいな飛び方は他の昆虫はできないの？羽の構造の違いでトンボみたいな飛び方ができる昆虫は他にいない。豆知識だが、昆虫の羽は羽と書くのが正しい。トンボの羽って細長くて、4枚羽で確かに特徴的ね。トンボは、ハチやハエのように羽を胴体背面に沿って畳むことも、甲虫やバッタ、カメムシのように折りたたんで収納することもできないんだ。いつも胴体両側に真横に広げているか、背に沿って両羽を合わせるしかできないんだぜ。そういえば木や草に止まっている時も羽は開いたままだったわ。言われてみれば他の虫とは違うわね。トンボの進化の過程は、昆虫の歴史の中でも特別なんだ。昆虫の進化の中で、トンボは非常に古いグループで、現世のトンボにつながる系譜は、中生代三畳紀約2億5000万年前に現れた。そんなに昔からいたんだ。いける化石ね。トンボは羽のない飛び虫や石の実などの原始的昆虫から分岐して、最初期に羽を獲得した古代史昆虫の末裔なんだぜ。トンボは大昔からあまり変わっていない昆虫だが、飛翔能力に関してはトンボの後に登場した他の昆虫よりも優れているんだ。いきなり完成形ができちゃった感じね。昆虫の分類上、トンボやカゲロウは最初期に羽を獲得した旧子節となり、それ以外の羽のある昆虫は新子節と呼ばれる。そんな新子節である蝶やハチ、バッタやセミなどと比べても、
トンボは飛翔能力で群を抜いているんだ。でもどうして、トンボより後に生まれた種よりもトンボの方がダントツで飛翔能力が高いのかしら？トンボが飛行を始めた中世第三畳紀の頃、空には天敵がいなかったんだ。だから、トンボは空中での活動に特化できたんだぜ。その後、ジュラ紀には翼竜や翼を持つ恐竜が現れ、新世代には鳥が出現したんだ。これによって、多くの昆虫たちは空での活動を制限し、放棄する方向に進化したんだ。しかし、トンボは鳥類との競合を避ける中でも、制空権を譲らずに飛翔能力に特化し、見事に生き残ってきたんだ。何億年にもわたって飛翔能力を磨いてきたトンボは、昆虫界で特別な存在なんだよ。ひたすら飛翔能力を研ぎ澄ましてきたなんて、ちょっとかっこいいわね。トンボがこんなにすごい飛行能力を持っているのは、ナイフ状の4枚の羽があるからなんだ。それぞれの羽を独立して動かせるから、急な方向転換や高速飛行が可能なんだ。トンボの飛んでいるところのスロー映像とか見ると、4枚の羽が結構バラバラに動いてたりするのよね。トンボの羽だけがこういった動きができるのは、羽を動かす筋肉の違いによるものなんだ。マッチョ理論みたいなこと言わないでよ。すべてを筋肉で解決する。いや違うよ。昆虫の羽を動かす筋肉には、間接飛翔筋と直接飛翔筋があるんだ。それぞれどんな違いがあるの？間接飛翔筋は、蜂やアブなんかはこの筋肉を使って飛翔している。間接飛翔筋は、胸部の内部にある強力な筋肉なんだ。これを収縮させることで、胸部の外角についている羽が連動して羽ばたくんだぜ。胸を膨らませたり縮ませたりすることで羽が連動して動くってことね。この仕組みによって、昆虫は素早く羽を震わせることができるんだ。間接飛翔筋を使って飛ぶ昆虫は、特に素早い飛び方をするんだよ。一方で、トンボは飛翔のすべてを直接飛翔筋で動かしているんだ。直接飛翔筋は、羽一枚一枚の根元に接続した筋肉で、羽を直接意思によって羽ばたかせるんだ。4枚の羽をそれぞれ別々に自在に動かすことができるんだぜ。筋肉の違いでそんなに変わるのね。だからトンボは方向転換やホバリング、交代飛行、急停止などが自在なんだ。それに、トンボはヒラヒラと舞う蝶と同じくらい飛翔音が少なく、静かに飛ぶんだよ。確かにトンボって、水面近くを水一頭ともなく飛んでるわね。そこが優雅さを感じるわけだけども。そうそれは、トンボの直接飛翔筋のおかげなんだぜ。トンボの1秒間の羽ばたきは、全速の時でも20回程度で、羽音は非常に低いんだ。目標に向けて減速しながら飛ぶ時には、滑空していて音を全く出さないんだぜ。無音飛行って、フクロウみたいでかっこいいわね。トンボの羽は2ミクロンほどの薄さで脆弱に見えるけど、その表面は歯脈という器官や神経を通すための筋ごとに凹凸になっているんだ。歯脈って、トンボの羽の表面に見える綺麗な筋のことね。あれは器官や神経を通すためにあったのね。この凹凸が羽の上に気流を作り出し、低速で飛んでも強い揚力を得て墜落しないんだ。平坦な蝶の羽とは対照的なんだぜ。なんか筋肉で頑張って羽ばたいているだけかと思ってたら、随分と合理的な形状してるのね。さらに羽の表面には油脂によるナノ構造の突起が無数にあり、羽を自ら守ってくれるとともに空気抵抗の調節にも役立っているんだよ。サメ肌水着の方が水の抵抗が下がるみたいな理屈ね。トンボのもう一つの大きな特徴は複眼だ。これは聞いたことがあるわ。一つの目の中にたくさんの目があるってやつでしょ？そうだ。トンボの目はメガネに例えられるほど巨大で、1万から3万もの個眼からなる集合体なんだ。そして見える視野は、上下左右前後、約270度の角度ほぼ全て見えているらしい。ちなみに人間の視野は、正面を見ている状態で約120度だ。ほぼ視覚なしって感じね。上部の個眼は焦点が遠くに合い、下部の個眼は比較的近くに合う。下部の個眼で餌を探して遠くで動いた虫も見逃さず、40メートル先の昆虫も見分けると言われている。トンボの目は遠近両用というわけだな。うちのおじいちゃんも遠近両用だけど、目の前にあるものをずっと探してる時があるわ。お年寄りは大切にな。さらにトンボの目は、人間以上に色々な色を見分けられる。トンボは獲物を見つけたり、交尾相手を探したり、敵から逃げる時など、すべての行動で目を頼りにしている。伊達にでかい目してないわね。トンボは、他の動物と比べて、色を識別する光センサーを作る遺伝子を、3倍から11倍も持っている。そんなにたくさん？この光センサーのおかげで、トンボは素早く飛びながら餌を捕まえたり、仲間を見分けたりすることができるんだ。それに、立体的に物が見えることも大切なんだよ。立体的に見えるってのは、物の距離や深さを正確に把握できるってことだ。これがあるから、トンボは狩りや危険回避ができるんだ。うまくできてるのね。その通り。トンボは体の色やその鮮やかさで、オスかメスかも判断している。
例えば、赤トンボなんかは、真っ赤な見た目になるのはオスだけで、メスは黄色っぽい色だ。知らなかった。見た目の色で見分けてるのね。赤トンボっていうくらいだから、オスもメスも赤いと思い込んでたわ。身近なトンボでも知らないことって多いのね。トンボ全般に関する特徴や生態は分かってもらえたかな？大体分かったわ。ちなみに最強のオニヤンマ先輩だけの特徴とかってあるの？オニヤンマはトンボの中でも特に大きな体を持っているんだ。その力強いボディと自由に飛び回る姿が魅力的なんだぜ。オニヤンマの体はオスは約90から100ミリメートル、メスは約95から115ミリメートルと、メスの方が若干大きいんだぜ。尻に敷かれそうね。体のパーツのサイズはオスもメスもほぼ変わらないんだけど、腹の長さがメスの方が長いから、体長に差が出るんだ。さらに、羽を広げると成人の手のひらくらいの大きさになるんだ。だから、突然目の前を横切られるとちょっとビビるデカさだぜ。顔に止まられたら覆い尽くすほどのデカさってことね。そして、その大きさからは想像できないくらい優れた飛行能力も持っているんだ。さっき言ってた時速 80km はすごいわよね。そして、昆虫の中では天敵がほとんどいないんだ。だから、昆虫の世界では最強と言われることも少なくない。体の色も特徴的で、全体的に黒色をしていて、黄色い縞模様が入っているんだぜ。オニヤンマは両目が丈夫で繋がっているのも大きな特徴なんだ。目が繋がっているって、言葉で聞くとちょっとユーモラスね。オニヤンマの生息地は、北海道から沖縄まで、日本全国で幅広く生息しているんだ。特に南の地域で多く見られるんだぜ。日本中どこでもいるのね。平地や湿地など、活動域は広いんだ。市街地でも、公園や住宅地の池の周りでよく見かけることがあるんだ。オニヤンマは涼しい場所を好むから、日陰や小川の近くに生息していることが多いんだ。意外と身近なところにもオニヤンマの生息地があるのね。オニヤンマが最強と言われる特徴の一つに、その顎の強さがあるんだ。アントニオ猪木さんみたいな？それは強くて顎が特徴的な人であって、顎が強いわけじゃない。ご冥福をお祈りします。ご本。オニヤンマは獲物を力強い足で捕まえた後、強力な顎でバリバリと音を立てながら食い荒らすんだ。その姿は、まさに最強の昆虫そのものだよ。私、虫じゃなくてよかった。牙が鋭くて噛む力も強いから、人間の肉体にも傷をつけることができるんだ。だから捕まえた時に指を噛まれることも少なくないんだ。噛まれると出血することもあって、激痛が走るから、オニヤンマを手で持つ時は気をつけないといけないんだぜ。同級生が噛まれてギャーギャー言ってたのを思い出したわ。オニヤンマが最強と言われる他の特徴には、その食性も関係しているんだ。オニヤンマは獰猛な肉食性の昆虫で、人間を襲うことはないけど、クモやハエ、蚊など小さい昆虫はもちろん、セミのような大きめの昆虫も捕食するんだ。セミって結構でかいわよ。そうだぜ。前足の釣り針のような小さい爪で獲物をしっかり捉えて、強力な顎で食べるんだ。食欲も旺盛で、一日の捕食量は、体重の 10% 前後と言われているんだ。オニヤンマに捕らえられた獲物は、逃げるのはほぼ不可能だぜ。体重の 10% ってことは、私だったら、リンゴ1個分にも相当するってことね。嘘つけ。実は、オニヤンマはスズメバチも捕食することがある。怖いもの知らずだわ。オニヤンマはスズメバチを襲うとき、基本的に後ろから襲いかかるんだ。後ろから襲うことで、スズメバチの針による反撃を受けないで済む。力強い前足でスズメバチを捕らえ、強力な顎で捕食するんだ。思ったより、賢いわね。体が大きいオニヤンマにとって、スズメバチはただの獲物の一つに過ぎないんだ。オニヤンマは、昆虫界の中でも最強のハンターと言えるぜ。スズメバチも獲物にするなんて、オニヤンマってやっぱり最強なんだわ。とはいえ、オニヤンマにも実は天敵がいる。最強なのに？コウモリや鳥類は、オニヤンマをよく捕食するんだ。昆虫の中では最強でも、これらの大きい生物にはかなわないことがあるんだぜ。さすがに階級が違いすぎるってわけね。それに、オニヤンマはスズメバチを捕食することが多いけど、時にはスズメバチに負けることもあるんだ。じゃあ、やめとけいいのに。最強のオニヤンマも油断をすると、本来の獲物に捕食される可能性があるんだよ。だから、オニヤンマがいつも無敵というわけではないんだぜ。最強といえど油断は禁物というわけね。私も気をつけなくちゃ。まず何かで最強になってから言ってくれ。でもそんな昆虫界でのチャンピオンのオニヤンマや、他のトンボも減っているっていうのが、今回のテーマよね。そうだ。その辺についても詳しく解説していこう。現在トンボの数は世界的に減少傾向にある。世界的？日本だけじゃないの？そうなんだ。
だけど減ってる原因については日本も海外でも同じだぜ。この現象の原因には、いくつかの要因が考えられるんだ。例えば、生息地の環境変化や汚染、気候変動などが影響している可能性があるんだ。トンボは水辺の環境に強く依存しているから、その環境が変わると生きていくのが難しくなるんだ。いくら最強でも居住環境の悪さには勝てないのね。日本でのトンボの減少問題についても詳しく解説しよう。そもそも日本にはどれくらいトンボがいるの？具体的な生息数まではわからないが、日本には200種以上のトンボが生息している。しかし、環境省のレッドリストによると、29種が絶滅危惧種に指定されているんだぜ。1割以上の種類が絶滅危惧種に指定されているのね。その中には、まだら模様の羽が特徴的なベッコウトンボや、宮島に生息する宮島トンボなどが含まれているんだ。あら綺麗なトンボね。なんとか生きててほしいわ。トンボが減少している原因の一つは湿地の減少だ。トンボの主要な生息地は湿地なんだが、1900年以来、世界の湿地の 64% が失われたとされているんだぜ。64% も失われたの？トンボにしたら、10畳の部屋に住んでたのに、3.6 畳に無理やり引っ越しさせられたみたいなもんね。そうなんだ。日本の場合も、明治大正時代にあった、湿地の6割余りがなくなってしまったんだ。湿地が減ると、トンボが卵を産んだり、ヤゴが成長する場所が少なくなるんだ。これがトンボの減少に直結しているんだぜ。住む場所がどんどん狭くなっていってるんだったら、どうしようもないわね。日本にトンボの種類が多いのは、もともと湿地がたくさんあったからなんだ。どうして湿地がそんなに減少してしまったの？湿地は開発されやすい場所なんだ。だから、すぐに埋め立てられて、住宅地や工場などに変わってしまうんだ。人間による開発が原因か。身につまされるわ。トンボにとって住みやすい環境が、人間にとっても住みやすい場所と重なってしまっているんだ。だから、トンボを守るためには、湿地の保全や環境保護に気をつける必要があるんだぜ。自然との共生を考えないといけないわね。とはいえ、トンボを守るために、日本ではいろんな取り組みが始まっているんだ。例えば、高知県四万十市には、トンボ自然公園という世界初のトンボ保護区があるんだ。この公園では、トンボの新しい住処を作るために、水を張った田んぼが整備されたんだ。トンボのためにわざわざ水田を整備なんてすごいわね。そうなんだ。そして、ヤゴの成長に影響を与えないように、稲の栽培は無農薬で行われている。トンボ自然公園では1年を通じて74種類のトンボを見ることができるそうだ。ここに行けば自由研究終わるわ。他にも、北九州市には国内最大級の、ビオトープという野生生物が生息する空間があるんだ。ビオトープって、聞いたこともない単語だわ。ビオトープは、野鳥や昆虫などが住めるように、いろんな場所で整備されているんだ。この北九州市のビオトープでは、2015年に、絶滅危惧種のベッコウトンボが1400匹も確認されたんだ。すごいベッコウトンボにとっては数少ない楽園なんでしょうね。こうした取り組みが広がれば、今後もトンボの数が増える可能性があるんだ。それは私たちにとってもメリットをもたらすんだぜ。トンボが増えることのメリット？見てかっこいい以外で？トンボは田んぼの上を飛び回りながら、害虫を食べてくれるし、ヤゴの時も水中の小昆虫や小動物を食べていることから、田んぼなどに生息する害虫を食べる益虫とされるんだ。農作物にとっても大きな助けになるということね。そう。バランスの取れた自然は、私たちにとっても住みやすい環境なんだ。だから、昆虫も人間も住みやすい環境を目指していくことが大切なんだ。トンボを守ることが、結局は私たち自身を守ることにもつながるのね。というわけで、今回はオニヤンマを含め、トンボが減少した理由について解説したが、いかがだったかな？人間の開発によって住処を奪われてたってのはよろしくないけど、トンボを増やすための取り組みもいろんな場所で始まっているってことだったわね。そういうことだ。近くに水辺や水田がない都市部では見かけなくなったと言っても、田舎に行けばまだまだ見ることができるので、機会があったら、観察してみてほしいんだぜ。今度、田舎に帰ったらそうするわ。そういえば、最近オニヤンマ人気が、これまでと違った形で取り上げられているんだが、知ってるか？昆虫ファンが増えてるってこと？どちらかというとその逆かな。オニヤンマくんというオニヤンマのリアルな造形のブローチがあるんだが、これが虫除け効果があるブローチとして大人気なんだ。へぇ、虫たちがオニヤンマにビビって、近づいてこないってこと？最近は赤トンボバージョンのアカネちゃんという新商品も出たらしい。赤トンボの秋アカネから、アカネちゃんね。あれ？でも赤トンボって、赤いのはオスの方って言ってなかった？オニヤンマくんっていうくらいだから、アカネくんが正しいんじゃない？ま、その辺は触れない感じで。はい。さて、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。
もし面白ければチャンネル登録と高評価、そしてコメントもじゃんじゃん書いてくれると嬉しいんだぜ。また次回をお楽しみに。バイバイ。